乃ちゃんにとってそのプリンは特別なんや。千歳、私の気持ちを察してくれたのね。さすが私の最高の親友だわ。そのプリンは年の差へプレゼントしようと奮発して買ってきた、綾乃ちゃんの気持ちが詰まった大切なプリンなんや。違うわよ親友。